ラリベルタ県は、エルサルバドル南西部の県。県とはサンタテクラ。2016年の人口は79万4359人で、全国の12.2%を占め、14県中2位。面積は1652.9平方キロメートルで、全国の7.9%を占め、14県中6位。人口密度は480.6人平方キロメートル。 1865年1月28日、ラ・リベルタ県がゴムの取れるウリマン平野に設置された。県とは、新サンサルバドル市に置かれた。2003年12月22日、新サンサルバドル市からサンタテクラ市に改名された。人口は2016年6月30日の値。サンタテクラ、138,130人。 コロン、135,981人。オピコ、87,238人。アルセイシ、72,961人。ケサルテペ,ペケ、57,850人。アンティンオークスカトラン、44,170人。ライリベルタード、46,81人。サラゴサ、32,656人。サンパブロ、タカチコ。 2万1956人サンホセビジャヌエバ、1万8436人、ウイスカル、1万6800人、テッペコヨ、1万5860人、タマニケ、1万5723人、サカコヨ、1万5311人、テオテペ,ペケ、1万2933人、コウマサグア、1万2296人、ハヤケ、 1728人、チルティウパン、11716人さん、アンドレアス遺跡の中心のピラミッドホヤデセレン遺跡。ありがとうございます。